さてと、ということで亀崎駅に来ました。どこにあるの？あ、そこにあった。あ、ここにも買った。このクールコードは何なんかい？めっちゃ気になるから読み込んでみたくなるね。亀崎ね、半田市なんだ。で、こっから、東浦あ、じゃない、亀崎でね、そう気になってたのか、パッと目に入ったのが、あの駅舎なんですよね。これは、エレベーター用の、どうも、橋脚みたいですけど、エレベーター専用ってのも面白いですけどね。向こう側に橋渡しがあって、この橋渡しも結構古そうやけど、このね、そう、駅舎が前来た時ね、えらい古いよなと思って、結構趣ある感じで、ちょっと気になったんでね、短髪で。いつも結構古そうやけどな。ここに書いてある。あ、でも昭和40年か。まあ言うてそんなにあるやな。この前なんか明治19年ですからね、判断があったのがね。でも今通ってくるときにね、ちらっと見えましたけど、あれですね、もうだいぶ囲い出されて、もう取り外しをするのかな。結構ゲートが、工事用のゲートも離れとったんで、近づきなくなってましたんでね、結構ギリギリいいタイミングで取れたんじゃないかなということですね。まあぜひ気になる方、リンク貼っとくんで見ていただいたらね、いいかなと思いますけど。いやまあでもあれやったら多分探せば、中のね、その現役時代の映像とかもどっかでアップロードされてるでしょうね。よいしょ。まあ、逆にその現役終わってからのね、その間のところ撮ってるの少ないかもしれませんからね。よいしょ。で、この駅舎なんだよな。ここの、よいしょ。この駅舎。よいしょ。よいしょ。こんなことやったんや。これ結構だよな。少しエアーズになってるけど、参照メーカー。あ、あるわ。明治19年ってことは、あそこにあった橋脚と同い年ぐらいか。え？何年前だ？ 130年前？え、そんなもんだよな。
あ、すげえ。そんなに経ってんの？すげえな。これは古いっすね。へえ。向こうが最古の駅舎ってなっとったら、これも明治19年やったな。で、最古の可能性十分あるな。へえ。すごい。さあ、ってことで亀崎来ましたし、どうしような、半田なんでこっからどうしようかな。ちょっと一駅ぐらい歩いてみましょうか。半田方面行くとあれやし、大府方面に向かってちょっと歩きましょうか。でもすごいいい感じですね。手前にめっちゃ新しく作った感じのやつがあるんで、余計になんか際立ちますね。さてと、確認したら、その隣の東浦行くよりは大川行った方のがなんか行きやすそうなんで、大川の方に行ってみましょうか。まあ、名前もね、ちょっと気になる感じのところですね。よし、じゃあ大川の方に行ってみましょう。